はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、朝栗ミラージュ、評価賛否両論、一体なぜという話をしていきたいと思います。というわけで、いや、もう満を持して発売された、こちらのね、朝栗ミラージュなんですけども、まあ、かなりね、世界各国で、まあ、賛否が割れているというね、そういう状況になっております。僕もね、今絶賛プレイ中ではあるんですけども、まあ、まあっていう感じなんだよね。めちゃくちゃ面白いっていう感じでもなく、まあかといってすげえ悪いなっていう感じでもなくて、まあこんなもんなのかなみたいな、そんな感じになっていて、今ねメタスコアなんだけど、こんな感じで77点となっております。というわけで、まあ80点を切っているわけなんですけども、まあ別に低い点数ではないよねっていう感じで、まあここもねどっちつかずみたいな感じで賛否割れているという感じですね。スコアを見ていっても中身でねこう100点とか90点とかつけてるメディアもいれば、まあ、中には50点60点みたいな感じでつけてるメディアもいて、かなりその振れ幅っていうところもね大きくて、一体どんなゲームなんだろうなとね思ってる方もいるんじゃないかなというふうに思ってます。で、僕今結構まあ10時間ぐらいやってるのかなっていうタイミングで、まあこんなゲームでしたよっていうところのお話をできたらいいなというふうに思っております。でもね、なんかもうすぐ終わりそうな感じもするんですよね。まあそんな感じのね進捗なんですけども、と思ってることをつらつらと話していきたいなというふうに思いますという感じで、まあ今回なんですけど、まあざっくばらんにね、いろいろこんなゲームですよ、こんな風に感じてますよっていうところを話していくわけなんですが、まあレビューっていうねガチガチの感じではなく、そんな感じで話していくんだけど、まずねやっぱ主人公の背景がかなりありふれてるなというふうには感じてしまいました。まあ冒頭1時間2時間ぐらいに関しては割とねこうガチガチでチュートリアルというかストーリーのね序盤の展開をやらされるわけなんですよね。まあその中っていうのは別にそこまでアクション性が求めるわけでもなく、まあストーリーがありふれたストーリーが進んでいくという感じなんですよ。で、まあ今作の主人公ってバシムっていうね、前作のバルハラでも登場していたすごくねまあ大事なキャラクターみたいなね、感じなんですけど、まあそのね背景が思ったよりありふれてるっていう感じなんですよ。まあどうなんですかね、このありふれてるっていうところがまたいいのかもしんないけども、やっぱやっていてちょっと退屈だなっていう風には思ってしまった序盤のストーリーですね。まあ、やっぱりそのゲームによってその序盤のストーリーでいかにねそのゲームの中にね、まあ、物語の中に引き込めるかっていうところがすごく重要になってくるし、まあ、特にこの手のオープンワールド系のゲームだとそのストーリーの引き込みっていうところがその後のねまあやり込みだったり、まあその熱の入り方っていうところに繋がっていくんじゃないかなという風に思ってるんで、まあここはちょっとミスってるなという風には若干思いました。はい、そしてなんですけど、まあ原点回帰なことによる退屈さっていうのが正直あるんじゃないかなと思うんですよ。このゲームかなりまあいろんなメディアでも語られている通り、原点回帰っていうね、ことをテーマにして作られてるみたいなんですよ。で、まあここ直近の朝栗作品をやっていた方だったらわかると思うんですけど、結構そのアクション RPG みたいなね、ところにも振り切ってしまっていて、まあステルスアクションっていうところからはどんどん、まあ離れてしまっているっていう現状があったんですよ。で、そこをまあ昔ながらの朝栗っていうところに戻そうねっていうのが、まあ、今作の目的だったのかなというふうに思っています。で、その目的が達成できていたかっていうと、まあ、できてるんですよね、正直。めちゃくちゃできていて、作りに関してはかなり昔の朝栗2とか、まあ、そういった時代のゲームに、まあ、似ている雰囲気になってるんじゃないかなというふうに思うんだけど、まあ、ゆえの退屈さっていうところが正直出てきてしまってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そうなんですよね。結構ステルスっていうところが今作メインで、まあ、展開されていくんですよ。結構過去作だと、まあ、ドンパチね、こうアクションで敵を投げ払っていくみたいな、まあその無双みたいな感じで、まあやれていたんだけど、今作はかなり、まあそのステルスっていうところに重きが置かれてるんだよね。で、その代わり戦闘っていうところが要素としてマイナスになってるんだけど、まあそのね、戦闘っていうのがマイナスになってしまってるだけで、そのステルスっていうところが、じゃあ伸びたかって言われると、そこまで伸びてない印象なんですよ。だからまあ過去作、まあ、直近3作とね、比べると、戦闘のね、部分がなくなってしまっただけみたいな感じに思えてしまって、それゆえに若干退屈だなって、思ってしまうのがあります。正直、もっとステルスに関しては、まあ、なんか目新しいことがね、なんか入っていればよかったんじゃないかなというふうに思うんだけど、現状だと、まあ、そこまで目新しさっていうのもないし、過去作から、ま、基本的には継承されている要素で、まあ、構成されているのかなというふうには思います。はい、というわけで、まあ、要素として結構全体的にはまあ弱いというか、まあ
新しいものっていうのは特にはないかなというふうには思うんですけど、まあ当初このミラージュ、朝栗ミラージュはこの DLC としてね、あのバルハラの DLC としてまあ開発されていたそうなんですよ。まあそれがね、今回みたいなスタンドアローンのゲームに拡張されるっていう形になった経緯があるそうです。まあそういうこともあってゲーム自体のボリュームっていうところはまあいつもの朝栗よりはかなりまあ抑え気味なのかなというふうには思っております。だからこそまあさっきちょっと話したんですけど、まあ今10時間ぐらい遊んでる上でなんか終わりそうな雰囲気がね、あの漂ってるというまあそんな感じなんですよね。まあただここに関しては僕はそこまでネガティブには捉えておらずですね、まあむしろいいなと思ったのはまあゲーム的には結構コンパクトに仕上がっていて、まあ過去作朝栗ね、めちゃくちゃ広すぎてもう回りきれねえよみたいなね、感じだったんで、まあこんぐらいにコンパクトに遊べる朝栗っていうのも全然ありだなというふうには思ったし、まあそういう意味でもまあ原点回帰はしてるのかなというふうには感じました。まああとはそのコンパクトっていうところもあって、しっかりねその値段っていうところもフルプライスよりはちょっと抑え気味な価格になっていたんで、まあそこら辺もちゃんとね価格調整してくれているのであれば特には問題ないのかなというふうにはちょっと思いましたね。さあそしてなんですけど、やっぱ分かりきった結末っていうところがかなり厳しい制限かなというふうに思うんすよ。まあさっきも言った通り、こちらのバシムっていう主人公なんですけど、まあバルハラでまあかなり重要なキーパーソンとなっているわけですよ。でまあ今作に関してはそのバシムの過去編っていう感じで展開していくんだけど、やっぱ自分の使っている主人公のキャラクターっていうのを未来が分かってしまうっていうのはまあある意味ネタバレなんですよね。盛大なネタバレなんですよ。まあそこを知ってるがゆえに若干こう入り込めないなっていうところとか、まあそのドキドキする展開っていうところがあんまりなかったりするんですよね。まあだからそういった感じで結構ゲームの過去作を作るっていうのはストーリー面ですごく難しい部分がね、まあどのゲームでもあるんじゃないかなと思っていて、まあこのゲームでもまあそこには逆らえてないのかなというふうには若干思っています。で、あとはね、まあ、アクション RPG だった直近3作から脱却するためなのか、レベル自体がないんですよね。まあ、ここまでの3作品は結構自分のレベルを上げていくっていうところが、かなり大事なゲームだったんだけど、その RPG 的なスタイルは今回はありません。ただまあ、スキルツリーみたいのがあるんで、それはクエストだったり、そういうのをこなしていくともらえて、ポイントを振っていく形になっていきます。ただまあ、スキルツリーめちゃくちゃちっちゃいんで、そこまでがっつり、こうなんかいろんなビルドを楽しめるかって言われると、そこは怪しいのかなと思います。まあ、あとはさっきも言ったんですけど、そのコンパクトゆえにマップの密度っていうところはやっぱり上がってるかなと思っていて、バルハラとかかなりスカスカマップが多かったんですよね。道中でも体験していて、もうちょっとギュッてしてほしいなって思っていたんだけど、今作に関してはまあいい感じにマップの密度っていうところがギュッてねなっているんで、ここに関しては個人的にはいいなとは思っています。まあ、あとは家一個一個がすごい小さかったりもするんですけど、まあそれもやっぱ原点回帰っていう意味で成功してるんですよね。もともとそんな感じだったんで、あ、そこも原点回帰するんだ、みたいな感じですよね。ただまあ、パルクールっていうところなんですけど、結構なんか今回もっさりしてる感じがすごいありますね。全体を通してパルクール中、なんか、軽快にパルクールできてるかって言われると若干怪しくて、なんかもうちょっとテンポよくパルクールできたら気持ちいいんだけどな、みたいな感じで思うんですけども、なんか若干そこはしっくり来ない感じがあります。っていうところで、まあ、いろいろ喋っていったわけなんですけど、まあ、トータルすると、なんかその目新しさっていうのは特にないんだけど、まあちゃんと原点回帰してるなっていう風にちょっと捉えていますね、現状は。なんかその特に今までやっぱめちゃくちゃ朝栗シリーズってオープンワールドっていうところをもう広げまくってきたんで、まあそういったところに一旦この終止符を打って、まあちっちゃいところを作り込んでいこうねっていう感じにシフトしたのかなと思うんで、まあその原点回帰っていう意味ではちゃんとできてるのかなという風に思ったんだけど、やっぱアクション面っていうところでもかなり原点回帰していて、まあその結果、まあ特に大きな一歩を歩んでいるっていうよりは、まあ後退してるともね、言えるような感じになっていて、特に目新しさがないっていうところが、まあ今回の一番の欠点だったんじゃないかなというふうに思います。まあ特にやっぱ直近3シリーズがね、まあ割と面白いというか、まあ好評だったっていうのもあって、そこのシリーズのファンからすると今作に関しては、やっぱ味気なさっていうところを、まあ感じてしまうんじゃないかなと個人的にはちょっと感じているところですね。まあそのね、コンパクトに仕上がってるっていうところもあってか、今のところ大きなバグっていうのには遭遇してないんで、UBI 的には結構珍しいなというふうには思っています。はい、というわけでまあここまでのね朝栗、まあ10時間ぐらいやった中の感想というか、まあ思ってることをねひたすらこう喋っていったわけなんですけど、まあなんとなくニュアンスが伝わったかなというふうには思います。まあ特にその酷評みたいな感じでもないし、ま
あ面白くないわけでもないし、かといってじゃあめちゃくちゃ面白いかって言われるとまあそうでもないんだよなみたいな感じで、もう何とも言えない感じのまあ仕上がりになってんのかなっていうところが、まあなかなか評価に難しいところなのかなというふうにはちょっと個人的には感じてるところです。はい、というわけでまあぜひね、皆さんも結構朝栗このゲームね期待していた方も多いと思うんで、やってる方もいるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんの感想もお聞かせくださいというところで、今回はこんな感じで終わります。この動画良かったよ、参考になったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめとか検索からねたどり着いたそこのあなた、まあそんな中でももしまだだよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。皆さんみたいなゲーマーにね登録してもらえると僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはいい情報を皆さんにねいち早くお伝えできるんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。